酒缶学院修習期限定講座、収納の授業、講師の酒缶です。今回は僕のディスクシステムの収納方法についてご紹介します。では見てみましょうか。ですね、こういうところにですね、まあ実際こう遠目で見るとこういうケースです。ちょっと狭いのであんまり見せ方ができないんです、いい見せ方ができないんですけど、まあこういうところに入ってます。だいたいこれで全部なんですけど、少ないように見えてそれなりに入ってます。ということで引き出してみます。ここがまあこんな感じで1234567891で1個あたりまあ5個積まれてるので5個45枚で、その後ろ側のデッドスペースにはこういう半端もののディスクを積んでます。で、一応これ愛用順にこういう風に並んでいるので2段目にも似たような入れ方をしています。で、3段目も途中までこう入れてるんですけど、まあ当然ながら愛用順で終わっちゃうので残りのスペースにはやっぱりこういう半端もののものを入れてます。で、ディスクシステムの他にもこういうちょっと特殊な紙パッケージのものとかあったりするので別に入れてて、であとこういうディスクシステムのソフト集めてると書き換えしたやつとかで結構この製品コードとかが違うのがあるので、あの中身と外が違った場合にはこうやって跳ねて入れてます。であとこういう音キーとかね、サンタクロースの宝箱とかね、あとこのドップルジップとかね、レリックスとか、あと台東のこの辺の袋のやつとかね、三電子のやつとかね、こういうの厄介なんですけど一緒に収納してます。で、あとディスクシステムっていうと、まあ、書き換え専用タイトルになると、まあ、こういう風な感じで取説を別管理してて、まああのこういう風にしておくと、まあ、見やすくなりますし収納もしやすくなります。というわけで、僕のディスクシステムはこのように収納されています。他のものについても今後紹介していく予定です。以上、酒缶でした。